今日のヤフーアクセスランキング、地域なんですが、1番目は女子中学生にみだらな行為をした容疑者逮捕、神奈川県とあるんですが、必ず地域を見てみるとわいせつ事件というのが出ているんですけども、これですね、台頭なんですが、で捕まったのは横浜市青葉区赤根台2丁目会社員の容疑者、名前は出ていませんが46歳を逮捕したと。相模原市のホテルで同市中央区内に住む中学3年生の女子生徒に現金2万円を渡しみたいな行為をしたとしているというふうに書いてありますね。あと15番目の記事なんです。12番目ですね、犬猫ネットワーク、犬猫ネットワーク秋田、なんて農田っていうんでしょうか、農業で初の里親探しイベント開催へ秋田というふうに記事が出てるんですが、まあ一応写真も載っています、犬と猫、まあ猫の方がパッと見多いような感じもするんですが、そうです。まあ一番上トップに来た、この一番上に出ている女子中学生にみだらな行為をしたとして容疑者逮捕、神奈川県という、これ以外だと特にわいせつ関係の記事はないですね。結構はもっとあるかと思ったんですが、といったところですね。ここであと何かもう一つあればいいんですが、まあここで一回聞きたいと思います。